体操全日本選手権男子予選、橋本大輝が逆転でトップに、2022年4月22日、体操の全日本選手権は男子予選が行われ、東京オリンピックで2つの金メダルを獲得した橋本大輝選手が前半の種目でミスをしたものの、床や乱馬で安定した演技を見せて逆転し、6種目の合計でトップに立ちました。 個人総合で争われる体操の全日本選手権は21日から東京・渋谷区の東京体育館で始まり、今年の世界選手権などの代表選考会を兼ねて行われています。 大会2日目の22日は、男子予選が行われ、いずれも東京大会で2つの金メダルを手にし、大会連覇を目指す橋本選手や団体で銀メダルを獲得し、2年ぶりの優勝を目指す加野和馬選手、団体で5種目に出場し、総合力の高い19歳の北縁岳選手などが出場しました。 このうち橋本選手は2種目目の平行棒で落下する大きなミスが出て13.266とこの種目47位と出遅れました。続く得意の鉄棒では組み込む予定だった F 難度の大技リューキンを入れられず着地も乱れて14.533となり前半を全体の8位で終えました。 その後は持ち直し、床で G 難度のリ・ジョンソンを成功させ、14.733でこの種目トップに立ちました。最後の苦手とするアンバでも力強く美しい演技を披露して 14.、14.166をマークし、逆転で予選トップに立ちました。2位は上本雄也選手で6種目の合計で85.765、岡新之介選手が85.531で、 3位に入りました。北園選手は5種目目までは安定した演技を見せていましたが、最後の跳馬の着地で大きく失敗し、6位でした。男子の決勝は24日に行われます。橋本大輝、後半の着地が逆転せえんだ。橋本大輝選手は最初の跳馬と平行棒でミスをしてしまい、心に引っかかってしまった。本当に切り替えないといけないと思い。 後半から自分の体操に向き合えたと振り返りました。床で大技のリジョン・ソンを成功させたことについては、これをしないと逆転できないと思ったので、ミスするしない関係なく挑戦した。うまくいってよかったと笑顔で話しました。逆転の要因については、後半の着地が逆転を生んだと思う。ここで強さを見せられてよかった。決勝も思い切って自分の演技をしたいと意気込みを話していました。 神本優也、会心の出来。予選2位の神本優也選手は、難度を示す D スコアを抑えて、出来栄えの良い,いスコアで稼ぐ作戦だったが、良い形で出せたと思う。会心の出来だったし、修正するところはない。最後までミスなく演技をできて成長できたと思う。日本代表は、種目別で狙っているので、得点の貯金ができた、と話していました。北園岳、気持ちでブレないように、 予選5位の北園健選手は前半まで自分がしたい流れでできていたが最後の跳馬が悔しかった。決勝までに調整したいと話していました。その上で大切なところで決め切る力が大切だと改めて思った。一種目一種目集中して気持ちでブレないようにしたいと決勝に向けて気持ちを切り替えていました。